あらうんちょっときついかもやっぱりけっこうっちゃったのかしらうんうんああらおおかえりなさいえっと そのあここれは違うのそのそういうプレーがしたいだとかそういうことがしたいってわけじゃなくてねえっとまさかもう帰ってくるとは思っていなかったからあいいえやましいことをしようとしていたわけじゃないわよほんとよ と弁明させてもらってもいいそのこの間友人と会った時に学生時代の話になってねそれで自然と制服の話になったのそして友人がもしまだ制服があったらそれを着てみて写真を送り合わないって話になったの あ、ほらこれを見てちょうど写真を撮ろうとスマホのカメラを起動したところだったのねこれで信じてくれたととにかくその違うのよあなたが帰ってくる前に脱ぐつもりだったし制服だって着てみると。 こんなにピチピチですもの。この姿を見られたらって思うと、というより、今、恥ずかしいもの。そんなに体型は変わっていないと思ったのだけれど、やっぱりあの頃と比べたらあまり運動はしなくなったし、太っちゃったのかも。ほら、 胸のところもこんなだし腕もピタッて張り付いてくるしちょっと息が苦しいくらいあそうそう写真撮っちゃいましょうかうん あまりうまく撮れないわねねねえもしよかったら写真撮るのを手伝ってくれるこのスマホで撮ってほしいのいいかしら <laughs> ありがとうそれじゃんっとこうかしら じゃあ撮ってくれるうんありがとう見せてくれるうん <laughs> ありがとうやっぱり自分で撮るよりも誰かに撮ってもらった方がしっくりくるわね <laughs> うんと。 よし、この写真がいいかしらねところでその突然なのだけど変なことを聞いてごめんなさい私の制服姿似合ってるそのさっきはそれこそ あなたが帰ってくる前に早く脱がないとって思っていたものだから最初あなたにこの格好を見られた時は顔から火が出るくらい恥ずかしかったのだけどこうして写真を撮ってもらってるからかしらその恥ずかしいって気持ちが少しずつ薄れてきてね代わりにその 似合ってるのかとかとちょっとだけ気になっちゃったりい,いえ冷静に考えて学生時代に着ていた制服をこうして今着ているのって変だというのは分かってるのだけどねやっぱりいい年をした大人が制服ってそれにパツパツだしちょっと。 きついでしょ見た目的にというかなんというかそれとももしかしてこういうのはむしろ。 私ね、学生の頃はあまり目立ったりしゃべる方じゃなかったの運動も苦手だったから部活には入らないで図書委員をしてたのよそこで毎日本棚をチェックしてジャンルごとだったり五十音順に並び替えたり新しく来た本を目立つところに置いたりあらそう思うと あまり今と変わらなないかもしれないわね <laughs> でもあの頃と違って今は恋人がいるもの学生の頃はあまり興味がなかったというのもあるけれどそうじゃなくても子供の頃から外を歩いているときはいろんな人に避けられてたから。 自分に自信が持てなかったの。だから、もしかしたら、もし、あなたと同じ学校だったら、私、あなたに告白していたかもしれないわね。 で帰りはコンビニとかに寄って一緒にお菓子を買ったりしてお休みの日は映画館や本屋なんかに行ってみたりして学生時代誰かと付き合うってことがなかったものだからいろいろなことを考えちゃうわねあそうだ今度映画館に行きましょうそれとも本屋にする さすがにこの格好じゃいけないけれど。でも、デートがしたいのは本当よ。今度、行きましょうね。うーん。それにしても、やっぱり、太っちゃったのかしらね。確かに、学校を卒業してからは、自堕落な生活を送ってきたけれど。でも、 痩せたら胸まで小さくなるってよく聞くし <laughs>。 それじゃあ写真も撮り終わったし着替えましょうか <laughs> もう私が着替えるところ見たいの別にいいけれどそういうのはもっと暗くなってからねそれに実を言うと今着けているブラもショーツも 普段使いのものだから見られるのは恥ずかしいの <laughs> 着替えはすぐに終わるからその後は夕ご飯にしましょうかうーんさっきオクラとか里芋の話をしたしあ乾麺のパスタがあったから今日はオクラとツナのパスタなんてどう それじゃあちょっと着替えるからまた後でね。